2050年、夢の部屋にアバターで遊びに来た大地。二人はゲームをしているようだ。私たちのチームでは、仕事が生活のために必要なことから、自由で主体的な遊びになっている社会を想像しました。ある女性が部屋の中で友人の操作するサイバネティックアバターと一緒にビデオゲームらしきものを遊んでいます。もうすぐで採掘ポイントだよ、標準に回らせよう。あーちょっと待って、うちのゲームなんだけど、トマトにお水あげなくちゃ。でも実はそのゲームは月面のサイバネティックアバターを操作するインターフェースだったという寸劇を作りました。トマトに水をあげて収穫もしなきゃ。月面ではアバターが働く。もうすぐ月面基地も完成だ。遠隔操作できるさまざまなサイバネティックアバターがリアル、バーチャルを問わずに世界中にあるとき、人にできることは広く多くなるだろうし、操作のためのインターフェースも多様で、サイバネティックアバターを使って別のサイバネティックアバターを操作することもあるだろうなと思いました。ディレクションの人に連絡するね。家は経理を育てるぞ。かつての仕事は生活のために必要なものでしたが、2050年の未来ではそれは自由で主体的な遊びとなるのではないでしょうか。みんなでそんな想像を膨らませていったら、未来では仕事ってやりたい遊びを選ぶような感覚で行えるようになるのかなということで、こういったお話にしました。やっぱり人間って視覚情報によってその人の印象って変わってくると思うんですけど、石黒先生の作っているロボットアバターを使うことによって、本来受ける印象とは違った視覚情報の印象からコミュニケーションを始めることができるので、よりやっぱり未来を感じれたかなっていうふうには思いますね。一番盛り上がったっていうか、話に出てきたのが戦争だったり争いっていうのが、アバターを使うことによって誰も傷つかないような争いが生まれてしまうので、そうなってしまうと人は傷つかないけれど環境は傷ついてしまったりとか、目に見えない傷跡が残るっていうのは絶対にあることだと思うので、みんなで協力し合ってなるべく争いを起こさないっていうような取り組みが必要になってくるんじゃないかなっていう話が出てきました。私は感覚過敏って言われる五感が主に過敏になっていて、日常生活に困難さを抱えている症状のその課題解決をしているんですけど、やっぱり今この社会では刺激が多すぎて外出することがすごい難しかったりとか、まだまだ対策解決ができていない現状なので、アバターを使うことによって今操作できない、例えば音の刺激だったり触覚の刺激だったり匂いっていうのを刺激を受け付けないまま外出することによって快適に外に出れるんじゃないかなっていうふうに感じました。